皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は害虫駆除剤ヤサオスみたいなやつ4万円相当の作り方。今回作るヤサオスもどき、虫が逃げていく映像が最後の方にありますので最後までご覧くださいね。本当はね、一石三十鳥はあると自負する手作りの害虫忌避剤は全てが食物原料のストチューがおすすめなんですけどね、ストチュー作るのがめんどくさいとか匂いがむっちゃ臭いとか、あんなもんうちに置いておけないとかなどなどですね、いろいろ肩身の狭い事情が発生してしまいます。でもストチューはね、本当に効果が高くって安全で土壌改良にもつながるね、野菜のための害虫忌避剤なんですよ。ストチュー作っておいて損はありません。さて今回の作ってみようのコーナーです。いつからそんなコーナーができたのかは知らんけど、とりあえず何でも取り組んでみるわし、素晴らしい効果を発揮して収穫直前でも安心して使える、そんな害虫駆除剤を作ってみます。アース製薬のヤサオスってご存知ですよね。以前二価鉄栄養液類の、ネネデール自家製造してその効果を実感しているわしは、今回は害虫駆除剤ヤサオスを作ります。食す 100% ですって。宣伝文句には収穫直前まであらゆる植物の病気と虫の退治と予防に使える、食すは農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。病害虫から植物を守るだけでなく野菜を元気に育てることができますと書いてありました。効果は一過性でその場しのぎのようですが、確実に虫は嫌がって一旦退避してくれます。食酢なら米酢、穀物酢、何でも使えそうです。ヤサオスのラベルに書いてある成分をよーく分析してみます。原材料は酢酸、甘味料、キシリトールってなってますね、調味料アミノ酸と乳化剤。まあシンプルな、酢酸がお酢のことですね。化学式は C2H4O2 と、まあまあどうでもいいんですけど、酢酸。ヤサオスは酢酸が酸度 0.25% となっております。つまり1リットルのスプレーボトルに酢酸が 2.5cc しか入ってないということになりますね。液体洗剤の約7割が水なんて驚愕のコマーシャルがありますが、ヤサオスはなんと 99.55% が水です。他に何か入ってると考慮しても、99% は水と予想されます。全くもって水商売。せっかく作るのにこれはない。使用時に希釈する原液タイプを作ってみることにしましょう。食酢には酢酸が約 5% 含まれています。まあ厳密にはね、穀物酢とか米酢とかちょっと細かく分かれてるんですけど、だいたい1リットルなら 50cc の酢酸が入ってると思っといたらいいですね。これをもとに濃度の濃いヤサオスを作ります。食酢を 100cc 使えば酢酸量は、1リットルに対し 5% になりますね。つまりヤサオス20本分に相当するわけですが、まあもっと頑張ってみましょう。食酢250cc にして、酢酸を 12.5%、 ヤサオス50本分の原液を作りたいと思います。ドバドバドバッと酢を入れて、調味料はアミノ酸とありましたね。これは一般的にうまみ調味料のことを指しておりますと、ドストレートに味の素にしましょう。あとは分量ですね。これはよくわからないので噛んでいきます。10cc にしておきます。なんで甘味料、じゃあ調味料入れてるのかちょっとよく分かりませんけど入ってあるんで仕方がない。続いて乳化剤。問題はこれ乳化剤ですよ。乳化剤とは界面活性剤のことね。あの悪名高き界面活性剤でございますね。要は水と油を
混ぜるためのつなぎ役。これは困った。でも界面活性剤は全てが悪というわけではありません。肌につける化粧品でも使われているグリセリンを使えば良いのです。日々赤切れにって書いてある。この前ハッカ油の虫除けを作った時のが、まだまだ余っております、ね、グリセリンは赤切れや保湿に有効で、匂いはないけど甘みがある。甘味料の代用も兼ねているのです。 10cc にしておきましょう、ね、これがその発火を作った虫除けでございます。まだ ボトルにねちょっと残ってるんですけど、こうやってスプレーに入れてシュシュコシュシュコ肌にドバドバつけていく。はい、あとは水を足すだけです。レシピを紹介します。1リットル分作りましょう。酢を 250cc、 味の素 10cc、 グリセリン 10cc、 あとは水を足していく。これで野草酢50本分の原液が完成するわけです。野草酢1リットルは税込み798円ですね、798円 ×50 本分は39,900円。自分で作ったら1リットルで39,900円ですよ。ここから材料費を差し引いても、これはまた相当ね浮きました。安上がりでございます。あとはね水を継ぎ足したら完成ですね。安オスと名付けました。安オス境にガンガン使っちゃいましょう。どれくらい日持ちするのかは不明ですが、まあね酢なんていうのは添加物とかでも使われてるんで半年ぐらいは持つんじゃないかと思います。ダイソーで買った蓄圧スプレー300円、 1.5 リットルの容量があります。水1リットルあたり 20cc の作った原液を入れるので、その 1.5 倍の原液を入れればよい。ペットボトルのキャップ1杯が約 7cc、 つまり4杯強の原液をここに入れて、あとは水を足して薄めてやる。濃すぎるとね酸がきつくて、土壌の消毒になるかもしれませんけれども、野菜にとってはね悪影響かもわからないので、まあ何事も過ぎたるは及ばざるが如し、適当に頃加減が重要なのではないでしょうか。畑来ました、持ってきました。これをね、ポンピングシコ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 やって、ちょっと圧がねかかっとるなっていうのが実感できるぐらいまでポンピングしていきます。もっとね高いやつはねきっちりね圧かかってるっていうぐらい硬くなるんですけど、これはちょっと頼んない300円分かなっていう感じです。で、スプレーのこの出具合を調整していきます。霧状になるように、なった、よいしょ。これで、今のは大根でしたけど葉っぱ全体にかけていく。こっちは白菜ですね。まだまだこれから育ってくるということで、白菜の垂直栽培なんてのもやってみようと思って準備をしております。まあその前に穴だらけなのでね、早いことこれはね虫をどっか行ってもらわんとね白菜が丸まってきませんのでね、トウモロコシもちょっと葉っぱやられてます。かけていきましょう。まあ、お花が咲いてちょっと花粉もね飛び始めて、芽花ですからヒゲも出てきたんで、人工授粉ねしてやりましょうか。ちょっと今回秋の分は本数が少ないんで人工授粉してやりましょう。虫に直粉どうなるでしょう。来ました、これですよ。ピュッピュッ。うわーちょっとねこれはちょっとしつこい、粘いねんけど、だいぶねこのなんか嫌がってる感じが出てるでしょ。でねしばらくねこのままね硬直してましたわ。これ嫌がってんのか、まあ嫌がってるんでしょうね。こんな格好してんの初めて見ましたから。でこの虫もコロンと落ちよる。こいつもえいっ、あら逃げていった逃げていった。あたこれほれ逃げていっちゃいました。こいつもコロンと落ちちゃった。こいつも、えいっ、ほら、落ちた。どん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 嫌がりよる。この鼻の下についてるのも、ういっ、ほら、消えていった。
これも逃げた。どうですか、簡単に作れてむっちゃお得、効果抜群。ヤソース、ぜひ皆さんもね作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、あ、ほんでコメントもね、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。